皆さんこんばんは、村島ひろです。お正月ということでですね、気分もゆったりしておりまして、でお正月のゆりかご配信とさせていただきます。特にお正月だからといってね、何かするっていうことは私の場合はありません。和服なども着ておりません。前回のですね、ゆりかご配信が001番からずっと番号をつけていて、48という数字でした。ですからですね、まあ、48回も私はこのくだらない話をまだ続けていると、途中でやめようとは思わなかったんですよ、一回もね。っていうことでですね、初めの頃ですね、ゆりかご配信を私声だけで、まあ、お部屋を映しながら、自分が見ている部屋の風景を映しながら喋っていたんですよね。でその前は多分写真とかにしてたのかな。で声だけにしてゆりかご配信をしていたんですよ。声のトーンがはっきりしてないと思っていたので、で初めの頃から少しずつこの声をはっきり相手に聞かせるために、なんかこう自分で滑舌を良くしようというようなこととか、まあ喋る前の呼吸とかがなんか変わったかなっていうような気もちょっとしているんですけど、まあ、少なくともこれを何度か配信することで、実生活でもですね、相手にはっきりものを言うっていう、まあ、シーンがあった時には相当役に立ってるなっていうのが実感なんですよ。であとはこれって私の場合はだいたい1回でこの動画を撮影しまして、でもうその1回で撮り直しをしないっていう感じで私はやっていて、でまあその1回で思いつきで喋ったことがどんどんこう48回も配信されてるっていうような状況なんですよね。でまあ何が言いたいかっていうと、まず滑舌がなんとなくこう良くなった、呼吸法が良くなった、それから1回で済ませる、要はその現場に強くなるっていうことなんですよね。実生活で、まあ仕事であったら、まあ会議であったりとか、そういった場合であったりとか、まあ人前で説得力のある説明を、まあ、できるかどうかは分かりませんけど、まあ、私が持っているその説明する力が、まあ、あったとしたら、それを 100% に近い形で相手に伝えることができるっていうような風に向いていってるのかなっていう風な、そのメリットっていうのがこの YouTube 配信をすることであるんですよ。そういったですね、自分では意図していなかったそういったことが、できてきたこと、48回目ですけどね。でそうですね、まああと私と同じように発信してる方々とか、まあね、みなちゃんの中で発信されてる方がたくさんいらっしゃいますけど、そういった方のですね、いいところを参考にして、で例えば、まあ、笑顔が大事、ね、笑顔があると聞いてる皆さんも安心して聞けるじゃないですか、っていうところもですね、すごくですね参考になってみたりとか、まあ、あとネタですかね。ネタだけは私の頭の中にあることを動画のね、録音スイッチオンってしたら瞬間から考えているので、でまあよく毎回なんか喋ることがあるなって思うんですけど、逆にまあ10分20分喋ることを準備していたとしたら、
原稿用紙何枚になるかって話なんですよね。ということなので、私あの文字を今だけ鉛筆持ったり書いたりとか、まあ、パソコンで打つのも、ね、一仕事じゃないですか。っていうようなことは、まあ、まるっきり興味もないししたくないっていうことなんですよね。まあそんな感じですね。昨年もまあ47本8本ぐらいゆりかご配信をやりましたけど、まあ、今後もですね、この私の自己啓発も兼ねて、それからね、みなちゃんとのつながりっていうのも感じながらやっているので、きっとコメントを入れられる方と、で入れられない方もいると思うんですけど、でもちゃんと私のその YouTube を聞いてくださってるんですよね。でそういったことも感じていましてですね、そうですね、まあこれもなんか縁があったんでしょうね。まあ人と人のつながりっていうのは全て縁ですから、ね、仕事だろうとプライベートだろうと偶然だろうと必然だろうと、全てはやっぱりね、まあ、全てが必然だったっていうことでいいんじゃないですかね。まあ今まだね、本当ね、パンデミック、コロナの影響が続いてましてね、年末にですね、私がよく行くカフェに行ったんですけど、モーニングが美味しい店なんですけどね、モーニングも、まあ、ランチもなんですけど、でマスターがなんかこう笑顔が足りないなと思ったし、でお店に入ろうと思ったらもうドアが開けなくても開いているんですよね。で入っていくと窓際に男性が一人いるだけで、椅子もかなり間引かれていて、でテーブルも真ん中がところどころ抜いてあるっていう状態で、まあ なんとか営業はやってますっていうような感じに見えたんですよ。で、まあ、窓は開いてるんですけどエアコンはつけているので、エアコン代はもう怖いって 言われてましたね。オーナーさんとちょっと話をしたんですが、まあそんな状況があってですね、不要不急の外出はとかあるんですけどね、なんかこうもっとこう大事なものがこうどんどんこうなくなっていきそうな気がしますよね。まあ、あんまり、ね、このご時世にこのようなことを、ね、あんまり言ってもあれなんですけどね、必死で歯を食いしばって頑張られて今まで続けられた方が追い打ちをかけられてるような感じの状況ありますもんね。ちょっとなんとかできないのかなって思ったりしてるんですよね。不要不急の外出って何でしょうね。私不要不急っていうか、ね、全部必要で外出しているので、自分にとって必要で外出しているので、不要不急の外出を避けるっていうこと自体がちょっとなんかありませんよね。皆さんもそうじゃないですか。っていうふうに私はちょっと感じていてですね、まあね、そんな感じなんですけどね、これは今寒いですから、ウイルスも結構強いんでしょうけど、であと変異したウイルスが、まあ、日本国内に入ってきたって言われてますけど、で感染力が強いって言ってますけど、したら怖いって思いますよね、皆さんね。だけど感染力が強いっていうことは、ウイルス その体内に入ってから その力は弱いんですよね。相対関係にありますんでね。だから逆に感染力の強いものにかかった場合は平気な場合がおそらく多いんじゃないかなって思ってみたりですね。で、まあ、私が勝手に言ってるだけなので、それは皆さんの判断によりますけどね。まあ、ああやってテレビばかりを見ていると、いろんなことが全部頭の中にですね植え付けられてしまいますからね。もっと現実を見るためにはテレビだけではなくて、
まあインターネットの情報で、まあニュースとかを見たら一緒なんですね。だからなんとかニュースっていうのを見るんではなくて、個人ができるだけ発信しているもの、個人単位っていうものをですね、見て幅広く見てみると、もうちょっと正しい情報がイメージとして頭に入ってくるんじゃないかなっていうふうに思っていますよ。そうですね、まあこの辺もですね、まあ昨年のね、長嶋さんの YouTube とかも聞いていれば、そういったことも分かってくると思うんですけどね。パンデミックだけの話ではないですよねって思っているんですよね。まあね、今年もまだ1月2日ということなんですけどね。そうですね、去年ですかね、まあ2020年ありがとうございましたっていうことでですね、YouTube の動画を私は配信したんですが、コメントをいくつかいただいております。ではちょっと何個かここで、まあ、お礼も兼ねて読み上げてみようかなと思いますね。佐々木豊ちゃん、ひろゆきちゃん、西暦2020年癒しのあるさまざまな配信ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ豊ちゃんってね、いつもいらっしゃってですね、いつもネット上にいらっしゃってマイペースなんですよね。逆に言うと冷静なんだと思いますよ。なんで冷静でいつもいるのかということはよくよく考えてみましょうねっていうことですね。次に行きましょうね。なるせなるなるちゃん、今年はいろいろ楽しかったです。来年もよろしくね。良いお年をお迎えください。はいですね、なるなるちゃんはいつもですね、楽しんでいただいてですね、すごくまあ、年上になりましてですね、可愛がっていただいてますということですね。ありがとうございます。いつも本当ね、ありがとうございますね。次はですね、野口むつみ、のぐのぐちゃんですね。のぐのぐちゃんも豊ちゃんと同じようにですね、いつもネット上にいらっしゃいますね。深夜の番人もされてますねということですね。はい、年明けに楽しませていただいております。いつも本当にありがとうございます。にゃんがいないわっていうことですね。ということで、この後ろのこの部分にですね、にゃんが映るようにちょっと今回してみました。いますでしょ、ずっといますよ、にゃんは。はい、かわいいでしょということですね。ありがとうございます。豊ちゃんとともにのぶのぶちゃんも、いつもいらっしゃるということですね。はい、そういうことなんですよね。次はですね、かんちゃん、かんちゃんはですね、いつも本当ね、長いメッセージを本当にきちんとこう入れていただいてですね、楽しんでコメントをいただいてるんだなっていうのが分かりますよね。楽しくためになる番組の配信をありがとうございました。良いお年を迎えください。2021年もよろしくお願い申し上げますということですね。この後コーヒーの話になっちゃってるんですけど、ですね、そうですね、楽しくためになるっていうふうに書いていただいてまして、大変ありがたい、嬉しいんですけど、まあ楽しいって思ってくださることが一番僕も楽しいですよね。で、ためになるっていうのはですね、おそらく私のこのくだらない配信の中に何かその人にとって生き方のヒントになる何かがあったんでしょうねっていうふうに私は捉えております。やっぱり自分にあるもので、自分以外の人にあるものっていうのが必ずありますから、なんかこう自分にないもののこうエッセンスを
ね、人様からいただくっていうことはですね、すごく自分にとって生活の幅が、ね、広がっていくことですから、それはですねやっぱり無駄にはならない時間だったなっていうふうに感じ取っていただけるんじゃないでしょうかね。私はそのためになるようにって喋ってるわけではなかったりするんですけど、そうですね、次はですね石松ちゃんですね、福岡の石松ちゃんですね。これは、一度昨年はですね、8月終わり頃でしたか、広島にその日に突然いらっしゃってですね、で一緒に生ビールを乾杯したとという方ですよ。で大変ですね、私のゆりかご配信もすでにたくさん聞いていただいていて、で私の喋ってる内容全部どう言ったらいいんですかね、頭の中にはこう入れられてていて、私喋ることが何もないんですよねもうっていうことでですね、本当私を分かっていただいてる上でお会いして乾杯したっていう、私にとってはですねちょっと不思議な感覚がちょっとしましたということですね。今もですね仲良くしていただいてると思います。読みましょうね。ひろちゃんいつも配信ありがとうございました。すごく楽しい年になりました。楽しかったそうですよ。よかったですね。おかげさまで素晴らしい仲間に出会うことができました。なんて素晴らしいんでしょう。そうやって感じていることも素晴らしいし、ね、やっぱり仲間と出会うことが一番の自分の財産だと思うので、ね、このどんどんこう景気が落ちている中で、ね、自分の中の、ね、景気は上がったわけですよね。っていう話ですね。次ですね、チトチットちゃんですね。チトチットちゃんはですね、昨年はですねダンスとかにも参加いただいてですね、で最近もよくコメントいただいていて大変ありがとうございます。これさまざまな出会いとさまざまな別れ、幸せを感じる力をありがとうってね、なんかこう一つ一つの単語言葉をちゃんと選んでコメントを入れられてるっていうのを感じるんですよね。センスもなんか終わりっていうかね、こういった魂の言葉を入れられる方っていうのはやっぱりね、素敵ですよね。はい、いつもありがとうございます、チトチットちゃん。次はですねマスミちゃんですね。マスミちゃんですね、読んでみましょうね。ひろちゃんいつもおしゃれな配信楽しかったです。同じ周波数のひろちゃんと出会えたことに感謝。また来年も自由な楽しい企画を期待しているよっていただいてますね。それでですね、同じ周波数のってあるんですけどね、私ますみちゃんの YouTube もすごくですね、どう言ったらいいんでしょう、私が喋ってることとは例えば内容が全く違っていても、そのなんかその根底にあるものっていうのがおそらく同じなので、聞いていても全く違和感がないんですよ。同じこの周波数という表現をされていますが、そういったことなんだと思うんですよ。ね、いずれはですね2人とも宇宙人になってですね、どっかに飛んでいくかもしれませんね。ということでですね、はい、いつもありがとうございます。次はですねミノムシちゃんですね。はい、ミノムシちゃんありがとうございます。昨年はですねミノムシちゃんとはですね電話で話してみたりですね、動画のこの作成のやり方とか、そういったこととかですね、あとちょっとお仕事がちょっと私と似ていて、そんな話もちょっとして、すごく親近感も湧きましたし、そうですねっていう感じでですね、私の動画配信についてもアドバイスもいただきましてですね、そういった感じでですね、どんどん私の動画配信もこういう感じに変わっていったんですよ。私自分だけじゃなくていろんな方の影響も受けながらどんどんスタイルを変えていっています。ということでですね、
ミノムシちゃん、ヒロちゃん、こんにちは。今年ついに出会いましたね。ヒロちゃんに大変感謝しています。いい、私も感謝しています。言い出すとキリがないほどあるのですが、伝えようとすると、言葉が出てこないですっていうぐらいたくさん伝えたいので、言葉が選べないよっていうようなことだと思うんですけどね。でとにかくありがとうございましたと。いや本当はね、ありがとうございます。みなちゃんですね、すごくですね、個性もあって、でそれぞれの方が本当星のようにこう輝いていて、でその中に私も一つなんか星かなんか分かりませんけどいさせていただいているという感じなんですけどね。だけど本当皆さんが仲良くですね、意見の交換とかですね、そういったことを自然にされているっていうことがですね、すごく素敵なことなんだと思うんですよね。はい、のむちゃん、今年もねいつか飲みに行けるといいですよね。ね、いろんな方と一緒に飲みに行ったりとか、コーヒー飲んだりとかね、行ってみたいですよね。やっぱりネット上のつながりっていうのは、そこまでやっぱりパソコンの中で終わっちゃうものっていう感じもあるじゃないですか。でまあそれだけに逆に裸になれるっていう部分のメリットもあるんですが、でも本当にやっぱり相手は自分と同じようにパソコンの前に立ってたり、ね、スマホの前にいたりとかするわけじゃないですか。っていう中でですね、やっぱりこう会って話をするっていうことはすごく有意義なことにもなるんだなっていうことが、ね、今年もね、みなちゃんもきっとそうだと思うんですけどね、そう思いましたよねっていうふうに思います。次ですね、ピンチョスちゃんですね。ピンチョスちゃんもダンスでですね、扇子を持ってですね、和服を着てこうダンスを参加を昨年していただきましたよね。昨年はですね、ダンスのコラボを私もみなちゃんの動画をいただいて編集してそしてアップしてっていうような、で長嶋さんの動画でもアップさせてしていただいたりとか、でまあ同じような感じで、ね、竹内まりやさんの曲であったりとか、ね、いろいろやりましたね。楽器のコラボレーションが一番初めにあって、であれもね、いろんな方がお琴からハープ、ね、和洋折衷でですね、でギターだったり私のベースね、サックスだったりボーカルだったり、ね、カスタネットだったりいろいろ参加されてましたね。すごく楽しいものができたなって私もね思ったんですけどね。これ長嶋さんの結構びっくりされてましたよ。ね、手放しでほったらかし状態での感じから私がそれをこうまとめ上げて作って配信してどうぞ見てくださいみたいな感じだったんですね。まあそんなこともですね、やっぱりやったらできるんだっていうことですね。私がたまたまそのまとめ役編集して配信をしたんですけど、何の苦労もなかったんですよ。何も苦労もないということはどういうことかって言いますと、もうそもそもみんなが結束できる状況がそこにあったからなんですよ。やりましょうねって言ったら、はい私もやります、僕もやりますって、みんながこうね、みんなでこう合わせたいなと思って一つのものを作るっていうことですね。私はその重ね合わせるように皆さんが作られたものを実際に重ねる作業をしただけなので、皆さんは重ねようと思ってもうすでにそこで歌ったり楽器を弾いたりしてるわけですよ。ということでですね、まあ私もちょっと素晴らしいなと思いましたね。もう私が言わずしてもメロディーができて、で歌詞もできて、でそれを歌う方がいらっしゃって、でそのメロディーに乗って歌詞が入って、で誰かが歌ってるものを最終的に私のところにも来るわけですよ。びっくりですよね。素晴らしいことだと本当に私は思いました。奇跡って言っても本当にいいかなっていうふうに思っていますよ。
なかなかないことだと思います。このコミュニティの素晴らしさっていうのが、ね、出てきましたよね昨年度にね。私はその音楽の形とかそういったダンスとかでやりましたけど、そこもほんの氷山の一角だとは思うんですけど、そういったもう皆さんはそういった意識を持たれているっていうことが一つ表現ができたんでしょうねっていうふうに思っています。次はこれはルナちゃんですね。会長ここにお邪魔させてもらって、バブ隊長はじめ、いろんな方とつながることができ本当に感謝しています、ありがとうございましたということですね。この方もちょっとぶっ飛んだようなコメントをいただいてるんですけど、私の YouTube にね来てくださって、でこういった感じで会長とかいう感じで入れていただくということですね。楽しい方なんでしょうねっていうふうに思っています。ありがとうございます。はい、そういう感じでですね、これ今読んだのはですね、昨年度の末にアップした番外編2020年ありがとうございました浦島ひろっていう最後の動画ですねっていうことですね。でこの後もう一個あったかな、そういう感じにしてるんですけどねっていうことですね。そういった皆さん、そしてコラボの時からまたたくさんみなちゃんメンバーがどうも増えているようですねっていう、この中でですね今年はまたどんなことが起きるんでしょうねっていうことですね。楽しみですよね。はい、私も大変楽しみにしております。それでは皆さん今年もねやりましょうか、今年もね変わらずやりましょうか。いきますよ、いいですか準備は石間ちゃんはい、それではあなたも幸せ私も幸せ、レッツゴー。それではバイバイ。